こんにちは。今日は家じゃないところで動画を撮ってると思うんですけど、緊張する。あるヘアメイクの先生とコラボします。今すっぴんやねんけど、メイクしてもらいたいと思います。ソーク先生です。お願いします。ソーク先生です。おはようございます。メイクアーティスト、ソーキミダー、ムカスミダー。お願いします。ソーク先生はほんまにみんなが知ってるような数々の K-POP アイドルとかやったり、女優さんとかもメイクされてるメイクアップアーティストの先生なんですけど、メイクの参考にしたいなとか、気になるなとか、自分もこう撮影でメイクしてもらいたいなっていうので、いろんなヘアメイクさんのメイクを見るねんけど、もうそれでメイクが可愛くてスクショしまくってた先生についにメイクをしていただけるので、めちゃめちゃ楽しみです。ほんまに全部のメイクが可愛くてめちゃめちゃ悩んだんですけど、ベイビーモンスターのメイクもされてるので、今回はベイビーモンスターに、ベイビーじゃないんですけど入りたいなと思ってメイクしてもらいたいと思います。いつもの韓国メイクだとちょっと可愛らしいメイクとかのイメージが多いと思うけど、今回はちょっと盛りつつも韓国メイクの強いメイクをしてもらいたいと思います。ベイビーモンスターは제가이제데뷔하기전부터연습생때그래서한3년넘게같이이제데뷔되기전까지같이이제아기때부터제가같이함께했었고정말많은프로필작업이나그런것들을통해서이제데뷔를같이하게돼서굉장히의미있는친구들인데또이제여기저기서많이좋아해주셔서글로벌적으로저도기분좋게생각을하고있고이번에이제나온 CC 라는앨범의이제자켓과뮤비를이제제작했는데그안에서이제컨셉이어린친구들이기때문에너무또어둡고다크하고진한메이크업은하지않지만친구들만이가지고있는파워그퍼포먼스이런거를보여줄수있는약간의카리스마적인부분을뭐아이라인이라든지피부표현이나이런거는깔끔하게약간세미매트느낌으로하되윤곽이라든지눈매이런걸통해서약간조금포인트를줬던것같아요그래서화려한메이크업은아니지만조금이친구들을조금힘있게만들어주는그런메이크업을했었고오늘아마그런메이크업을제가해드릴것같습니다私幼くないですけど大丈夫ですかね。俺じゃん。27歳やけどベイビーモンスターになれますか。ベイビーモンスターそうだ。戻ろうかげしね。ねえねえねえ。お願いします。ツアドールっていうブラシのブランド、オキラインっていうブラシのラインをソーク先生がプロデュースされてて、そのブラシを使ってメイクしてもらいたいと思います、うん、緊張する。てかまずもう家でこうヨギボじゃない時点で緊張するから。まずこれは下地ですか。レース、ファンデーション。ファンデーション。このブラシめっちゃ綺麗に素肌みたいな感じになる。この今日使うブラシって全部ソーク先生がプロデュースされてるブラシのラインのものなんですか。제가거기디레이드했고그리고지금도현재사용하고있고계속모든제가하는담당한아티스트에게사용하는거는다오키브러시사용하고있고그리고그중에서도이브러시는제가사용하기도하지만어떻게보면은메이크업을하는모든이제여성분들이조금더쉽게피부화장을하게끔했으면좋겠다는취지로만든거예요그래서브러시로이제메이크업을할때서툴잖아요브러시자국이나고그럴수도있잖아요근데최대한브러시자국이나지않게손쉽게파운데이션을바를수있게끔제가정말많이공들여서만든브러시인데또많이사랑해주셔가지고브러시가아주품질이좀많은상황입니다確かにブラシって線残るけど、ブラシだけでめちゃめちゃ一気に肌が綺麗にカバーされてるように見える。これってスキンケアの段階でもう化粧下地は塗ってもらってて、今ファンデーションっていう感じですか。で、基礎を塗るご、基礎へそ一旦メイクアップベースを같이발랐고요。なんかスキンを하고본인모르는사이에スキンを하고로션으로수분을준다음에그다음에메이크업하기전에메이크업베이스까지바른상태에서진행을하고있는거예요예그리고메이크업을할때실질적으로샵에서아티스트들할때너무많은그기초를하지않아요단계를그랬대난데난데스코왜냐면굳이많은단계를발랐을때그단계들끼리 100% 맞는다는보장도없고짧은시간안에메이크업을해야되잖아요짧은시간안에피부에뭐보습과진정을해줄수있는제품을사용을해주고그다음에뭔가파운데이션이라든지이런파우더라든지그외에또다른것들이많이올라가잖아요그렇기때문에굳이너무많은양을발랐을때지속력이떨어질수도있고밀릴수도있고여러가지안맞는경우들이많기때문에최대한필요한만큼하고그리고요즘은메이크업베이스나아니면파운데이션자체에서도자외선차단기능도같이되어있는경우들이굉장히많기때문에정말야외촬영에
노출이 되는 경우에는 선크림을 뭐 좀 두껍게 많이 바르거나 그런 경우가 있긴 하지만 그렇지 않은 경우에는 단계를 좀 최소화하는 편인 것 같습니다. しっかりカバーするイメージがあったけど今塗ってもらった感じほんまに軽い今私目の下のクマがこれやばくて自分でやっても綺麗にカバーできないんですけど K-POP アイドルの子ってなんか睡眠が短くても全然クマがないイメージがあるんですけどこのどうやって隠すのかめちゃめちゃ気になるクマやばいんですよね私絶対誰よりも寝てるのに皮膚が얇아서빛이비치는것같거든요おお、え、すごくないですか？すごい。細いブラシでオレンジのコンシーラービーってやってあんま綺麗にならないけど細いブラシでもう触ってるか触ってないかわからんぐらい優しく乗せてもらったらめっちゃ消える。コンシーラーを많이사용하는것보다사실이게피부가얇아서그안에있는푸른이핏줄같은게비쳐서그런거여서그핏줄색깔을보호해줄수있는보색계라고해야될까요피가났던것같고피가났던것같아눈밑에뿐만이아니라여기도피부가얇아서여기도좀박한느낌이있어서여기까지커버를해주면훨씬얼굴이인상이부드러워보이는그런효과가있어요すごっ消えたクマ私このブラシめっちゃ使ってて1年ぐらいずっとこのフェイスブラシ使ってますあ、진짜요めっちゃいいですなんかこの形がちょうど小鼻のとことかにもフィットしてポンポンで叩くだけで小鼻の周りとかも綺麗になるからめっちゃいいまためっちゃ綺麗なんですけどやばいですよね毎日メイクしてもらわれへん韓国ってこういうメイク法を学校とかで学ぶんですか学校と行こう学校と行こう塾あるのすごいですねああなるほどサロンでも立派な人がメイクしてもらったりメイクさんはすごいいるけどアーティストさんのメイクってもう一握りですもんね시작하는사람들은많고끝까지남는사람들은그렇게많지만유튜브를하거나이렇게인플루언서쪽으로도다하고싶어서다시작하잖아요제가제일어려운게저도유튜브를하거든요유튜브에서제일어려운게브이로그예요見ました메이크も上げてますよね메이크업영상을주로올리는데이거는그렇게어렵지않거든요근데의상을보고싶다그래서근데브이로그를담아달라고하면은좀그게제일어렵더라고요브이로그를전문적으로하는그유튜버라든지인플루언서들은정말대단하다에이逆야아이라이너의工程가1回じゃなくてめっちゃ多い아이라인して濃いシャドウでなぞってみたいな。오アイライナーの感じがちょっとベイビーモンスターっぽい。またおじさんたちと会社の食事に行くんです。私、あじゃ写真撮るの。あ、スープね。悲しい。イケメンおらんかな。韓国のアイドルの人とかってめっちゃコンビニ行くじゃないですか。なんかコンビニって珍しいもの多いんですかね。맛있는거많고요。다맛있간식디저트이런게맛있는게많아요지금진짜한국편의점도진짜많이일본처럼먹거리가다양해졌는데예전에는그런거없었거든요요즘도먹는거는그거뭐지마소바마제소바아마제소바근데確かに마제소바마제소바애너시타모카코미라인을이래좀놔둘건지나도시간했어요네해요왜냐면섀도우나이런거를어둡게진하게하지않고뭔가약간눈매를또렷하게잡으면서힘을주기위해서어떻게보면은눈아래에도하죠근데너무무서워보이지않게그동공중심으로해서눈이확장돼요確かにしっかり上下入れてもらってるけど強すぎない韓国メイクってちょっとピンクっぽい幸せそうなチークみたいなのが入ってるイメージだけどこういうメイクってなかなかしてもらえることないからベイビーモンスターやってると思ってつけましてもらって上から細いマスカラでやってもらったから全部が地毛に見えてまつげが普通にほんまに地まつがふさふさに見えるそんな大量にまつげつけてないのになんかすっごい馴染んでてどっからつけまくわからないしかも私この今涙袋の影入れてもらった感じが
一気に中顔面短くなって垂れ目に見える気がしたんですけど、涙袋の影の位置とかでかさとかってなんかポイントありますか？えげ살을그려주면은아무래도좀중안부가짧아보이는그런느낌이있어서어아마정말많은한국여성들이 애교살을그리지않을까근데그게너무과하게그리면사실인위적이고그부분이더돋보여서눈밑에그림자처럼있는게저는좀제일좋긴하거든요目の際とかも塗ってもらってたからちょっとかっこいい感じだったけどこの涙袋で一気に可愛らしさが出てバランスがめっちゃいい可愛い可愛いかもしれない그리고저는액션도세고애들이막어떻게되지랩도막하고막이렇게기본적으로막 YG 스타일을이렇게하는데그렇게하지않으면또너무날카로워보여가지고그거를이제메이크업에서는또조금그어린친구들의부드러움을살려줘야되기때문에그런뭐애교살을많이강조하지않지만조금은조금부드러운느낌을주기위해서애교살도조금필요한부분에는안그리는친구도있긴하지만필요한부분에는조금그려주는편이긴해요진짜애기들이에요몇살ぐらいですか여보生まれたてすぎ2009年生まれやばデイジークのシェーディング使ってるけどなんか全部普通にシェーディングとしていい感じに混ぜて使ってたけど明るいカラーを何立体感出すために全体的に塗ってもらった確かに쉐딩을이제할때제가이브러쉬를많이쓰는데가장조금연한색깔을사용을해가지고강조되는광대부분도좀눌러주고튀어나온눈썹뼈이런데도좀눌러주면은훨씬얼굴이부드러워지는느낌이있어요근데確かに쉐딩과同じパレットに入ってるから馴染むハイライト入れて出すよりこれぐらいのほんまに肌色みたいな色やから元から立体感を見るチークの位置は頬のあたりがいいんですか광대선을살짝따라서얼굴 안으로너무오지않게하는편이기는해요めっちゃ自然にチークの色もさっき使ってもらったシェーディングの色もやけど濃い色じゃないからほんまに自然に頬骨やったり顔がちっちゃく見える気がするさっきより確かにですよね何のマッサージとかしてもらってもないメイクだけでこう見えるえでもこのチークの入れ方めっちゃ可愛い아까라인만그렸을때는굉장히좀센느낌이있었잖아요날카로운그런게이제전체적으로블러셔라든지이런윤곽을잡아주면서어린친구들이가지고있는그래도여린느낌도같이이제가는아이라이너는時からもう顔変わったって思ってたけど涙袋の影描いてもらったりここのチークとシェーディングのタイミングでもっとなんだろう想像してるベイビーモンスターのメイクになった気がするラメってあんまり使わないですかハイライトとかのツヤっぽい色で涙袋を作るのかなあ、쓰는친구도있고안쓰는친구도있고컨셉에따라서그래서의상에어울리게끔조금쓰는경우가있는것같아요뭔가약간그의상에맞게끔포인트를조금주고싶다라고했을경우에부분적으로사용하기도하고만약에헤어와도영향이있을까헤어가이쪽은뭔가이렇게내려오고이쪽이오픈된다그러면이쪽얼굴을잘쓰는친구다그러면이쪽에조금포인트를준다든지그런걸사용해서얼굴에접목시키고약간그렇게해서좀매칭을시키는편입니다아이돌でもこっちの考えてあるのちょっと安心した精神が安定するその事実だけでだってなんか私たちから見たら全部可愛いからこっちの顔が漏れるとかあるんやって思ったら心が穏やかになるうろ귀여워졌잖아갑자기앞머리내리니까귀여워졌어バランス的に前髪ない方がいいですかね아니앞머리있으니까베비몬스터가됐어요아よかった베비몬스터って強いメイクって思ったけどこうメイクしてもらってみると可愛いと強いのバランスがめっちゃいい漏れるめっちゃ漏れるあ제가너무좋아하는색깔이에요제가너무좋아하는색깔이에요嬉しいあ、びっくりしてるこれは何ハイライトですか한번더이제다크서클을가렸던거를파우더로고정을한번더이제해주는거예요
가운데 부분을 최대한 평면적으로 만들었을 때 뭐 이렇게 아이라인이라든지 조금 짙은 메이크업이 들어가더라도 그게 뭔가 강해 보이거나 나이가 들어 보이지 않거든요. 그러니까 최대한 가운데 이 부분을 좀 평평하게 만들어주고 그 다음에 이렇게 포인트를 줬을 때 뭔가 어려 보이면서 약간 엣지 있는 그런 느낌이 이제 드는 게 이제 또 베이비몬스터의 메이크업의 또 특징이라고 할 수 있죠. 그리고 이런 기본적인 상황들을 되게 많은 아티스트들이 조금씩 다 적용을 하고 있어요. 얼굴 가운데에 있는 굴곡이나 또 코 옆이나 입가에 있는 굴곡 그리고 다크 이거를 조금 정리를 잘 해주면은 훨씬 더 어려 보이는 메이크업을 할 수가 있고 아까 제가 사용했던 뭐 블러셔나 이런 것들을 키는 저는 쉐딩하는 부분을 막 쓰거든요. 이렇게 쓰면은 내 이제 속살이 비치는 듯한 느낌 들면서 좀 더 영하고 나 이제 나의 그 회색이 붙이는 그런 느낌이 들어서 그런 것도 저는 되게 좋아하는 편이에요. 코 앞말이 쉐딩이니까 이랬다리 시나이트거든요. 코 쉐딩을 제가 했는데 사실 제가 처음에 여기가 콧대가 굉장히 높고 피부가 얇아서 푸른 색깔 안에 밑에가 비쳐서 여기가 굉장히 강하게 느껴졌어요. 그거를 컨실러를 통해서 조금 플랫하게 만들었기 때문에 굳이 거기다가 할 필요는 없어요. 이미 굉장히 높은 걸 갖고 있기 때문에 그래서 거긴 안 하고 대신에 콧마무리나 여기가 조금 두툼해서 자칫 약간 남성스러운 느낌이나 강한 느낌이 들 수 있기 때문에 저는 이제 콧망울만 해준 거죠. 콧망울 그리고 코 아랫부분에다가 여기만 해줬어요. 해주면 자연적으로 같이 연결돼서 살아나는 느낌. 손쉽게 구할 수 있는 주변에 기본적인 컬러들을 사용을 해서 윤곽을 잡아주고 그 다음에 눈꼬리 약간 요런데 그리고 언더 눈이 이런 부분에만 살짝 포인트를 줘서 좀 어떻게 보면 부담스럽지 않으면서 살짝 본인이 포즈나 이런 표정을 했을 때 카리스마를 줄 수 있게끔 해주는 게 베이비몬스터의 약간 메이크업의 특징이라고 할 수 있고 이렇게 완성이 됐습니다. 감사합니다. 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 그리고 メイクやってもらって肌も綺麗になった段階で顔変わってんのにアイメイクのアイラインで顔も変わってあアイラインで変わるって思ったらシェーディングとチークでも変わったから工程を重ねるごとに顔がめっちゃ変わっていて最後めっちゃほんまに誰か分からへんくなった。メイクが濃いわけじゃないのに顔のバランスとかこうシェーディングとかチーク入れてくれる場所とか何分かれん、なんでこんな変わってるのか分からへんけどかっこいいメイクやないちょっとバブ要素があってめちゃめちゃ可愛くなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はメイクしていただけるだけで嬉しいのにリカブラシなんても使っていただいてソーク先生のブラシも使ってもらったんですけど普段メイク動画とか見てくれてたら見たことある人も多いと思うんですけど嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまに使ってて使いやすいブラシやから皆さんもぜひ使ってみてください。ベイビーモンスター入れるかな。無理無理かな。ソーク先生に今回はメイクしていただいたんですけどソーク先生のブラシもうほんまにめちゃめちゃいいからよかったら皆さんチェックしてみてください。ということでベイビーモンスターにこれから入るので YouTube やめたいと思います。ありがとうございました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 。嬉しい。ちょっと可愛すぎるかもしれん自分がほんまいっぱい撮るのもったいない。 iPhone が分かりやすいから iPhone でも撮っとこう。めっちゃ綺麗メイク。ひぬほんまに可愛いと思う。どうしようこれ私化粧落とすまで一緒に撮る。可愛すぎへんって服にも言おう。